ちょっと奮発してキースとコロンビアのコラボ商品1着買いました。アロカです。夏服買いました。ホンダです。イオンのアプリのガチャで1000円券当たって、サーティワンのアイスクリーム6個入ったやつ買いました。カミチカです。ということで、また今年もこの季節がやってきました。ありがとうございます。あれ違うんですか。ということでこれを、まあ、花束の代わりにメロディーをじゃないですけど取った取った取ったよ。かわいい、かわいい、当たったよ。花束も、クリームですね。クリーム、クリーム、青葉、なでしこですね。なでしこ、なでしこ、凌介が後ろから、怖い怖い結婚式のこれ撮るやつなんですか。ああみたいな感じですね。私見たことないんですけど。見たことないの。ブーケトス、ブーケトスやってみようか。やってみようか。いいね。え、いいですよ、春岡さんやってください。どれや飛びすぎ飛びすぎはい、誰だろう。でもこの子たちだね。クリーム、クリーム、クリームか。早いな。すぐなくなる。すぐなくなる。あ、いや。かわいい。まあ、たくさん愛が届いたんじゃないかなと思います。次。これなんかあれですね。ふわふわですね。もう食べたいって言ってる。じゃあ、はい。はい。言葉どうぞ。はい、どうぞ。うん、振り回されてる。ちゃんと渡し方よ、渡し方。こうやってほら簡単やん。簡単簡単。はい。うわ、美味しい。美味しい。美味しいね。いいですね。今日誰がかわいいね、スケーキ。もっとしてもらえな。ライブで、たんびにたんびに聞かれることがあるんですけど、バイオパークいつ行くのがおすすめですかと。自分がスタッフっていうのに関わらず答えると、まあ、全部いいですどこでもいいです。この季節でもね。スタッフ的な立場で言うといつでも来てくださいだし。いや一緒じゃん。でも、まあ、確かに楽しみ方がちょっと違うんですよ。今日ライブで言ったのは、夏は動物園を楽しみたい人が夏に来るっていうのと、で春秋冬の冬に来るのは日々のストレスから解放されてまったりしたい人だと僕は意見しました。どうですか。まあいつでもいいんだけど、まあ、あったかい方がね、ゴロゴロはさせやすいし、まあ暑すぎるとでも泳いでたりするから、カピバラがね。そうすると春とかで、まあなでなでゴロゴロさせた人は春とかでもいいし、まあ冬に来るとお風呂があって、夏に来るとスイカが見れるんで、まあまあいつでもいいんじゃない。イベントが多いって言ったら夏ですね。夏ね。来てください。うーい、うーい、遊ぶな。浮いてるから遊ぶな。私は私、うん、見えない見えない。美味しい。美味しい。可愛い。すごい鮮やかね。可愛いよね。やっぱね。綺麗。赤がある。おいおい。二個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 。いや作り笑顔下手くそ。おい。恐る恐る。恐る恐るですね。食べてます食べてるね。一口食べたらわかります。うん。
赤いのばっかり食べてない？そうね、赤いのが好きなのかな。赤いのばっかり食べてないか。いるの？下がいいの？下にする？あ、草がいい、うん、青い方がいいのかな。秋のは赤い方がいい。え、誰だって？秋の、あ、秋のと秋方です。あ、そうなんだ。へえ。あー、ちょっと、ちょっと、そんな、また、そんな赤いのばっかり食べて、食べてる。食べてるよ。なんてさ、口の中のやつ食べ終わる前に次の食べる。食べる。欲張りなの。横に残ってんだって、その横のやつさ。かっこいいですね。あ、羊もやっとく？ちょっと余りそうだから。多分、代わりに花束を。メリークリスマス、メリークリスマス、メリー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 クリスマス、メリー、メリー。あ、慎重派だ。すごい羊だね。食べに来る。はい、食べに。はい、はるちゃん、はるちゃん、はるちゃん。イケメンですね、レチェン。髪の毛が残ってて。あ、本当だ、髪の毛残ってて。あい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 。おばあちゃんでしょ。おばあちゃんなんだ、どっちも。おばあちゃんとおばあちゃんです。へえ。おばあちゃん、おばあちゃん。誰？ソルトとロリー。へえ。で、カヤ。男の子、後ろがアジサイ男の子。危ない。美味しい美味しい。はい、うわ、冷てぇ。はい、じゃあ花束を。テラス。こっちこっちこっち。いや、俺持ってないからさ。テラス。その担当者から受け取って。テラス。俺じゃなくて。あ、あった。どう？やばい。テラス。じゃあ花束の代わりにお野菜を。いや、いい感じですね。あら、待ってんじゃん。トゲちゃんじゃない。待ってさ。かわいい。トゲちゃん。カフェ。花束。花束。おおおお。あれ。食べた。あ、YouTube した。あ、食べてます。食べてる。食べてるんだよ。好き嫌いか。手出すの。我に返って。そうでもないかも。赤いのはあんまり好きじゃない。逆にしようか。まあ釘食ってたからね。どう？いらんが。どかされたよ、待てで。みーちゃん、どう？あ、違います。いらないです。すべてチャンネルやってみました。ありがとうございます。完全に字幕に任せるスタイル。まあ、マメ科の植物なんでみんな好きかなと思ったら、案外選んで食ってるっていうところが。羊もなんか食べること食べない子いて、ヤギもね。ヤギどういう差なんだろうね。ほんわかしていただければと思います。結論、ストロベリーキャンドル、個体によってキャンドル。はい。
最近不調ですよね。可愛いなと思った方はグッドボタン、ちょっと食べてみたいなと思った人はコメント。いないだろうね。いないですか。クローバーだ。美味しそうじゃない。チャンネル登録も忘れなく。はい、またじゃあ次の動画でさよなら。はい、終わりです。